はいおはこんばんちー茶畑のとこですよね「鼓動に任せて自由に踊ってバウダウンショーダムスペル敵」他の低音女子にも出ない音域 <laughs> どうしてあんな低い声で歌ってるんだろうっていう今度呪文じゃないな念仏のようにすら聞こえてくる普通だったらさ「鼓動に任せて自由に踊って」とか言うとさもっとなんかあの「わ」っていう感じになりそうなのにその中かの静かに。 炎でいうと種火のような感じしっかりとした種火みたいな感じなんかそういうエネルギーに感じますねあの低い声でこうボソ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 っと「敵も味方ほんまにない」っていうその大事なメッセージのとこですもんねなんかあのサブリミナルに入ってくる感じよねずーっとこう、ね、低いので低い声でシュって。 <laughs> シュッと入ってきそうなそんな,なんか効果もありそうな感じですねほどなんかちょっとネイティブな感じ <laughs> こう原始的な感じこう土の香りとかさかそういうものとああいう茶畑っていうのがねその無機質なこうスクラップ工場ではなくてあそこにこの茶畑が当て,当てられてるっていうのもなん,かすなんかちょっと素敵やなと思うんですけどね 鼓動に任せて自由に踊るってここあちょっとすみませんあのなんか今これ編集しながらねな何か何かを言い切れてないなと思ってちょっと今わーって湧いてきたのであの補足させていただきますこの鼓動ってねなんで鼓動なんだろうっていきな,りなんでいきなり鼓動なんだろうって考えて鼓動ってさあ、まあ、当たり前ですけど全人類に共通してるじゃないですかね でしかもその一人一人の人間にこの鼓動をコントロールすること一切できないんですよね。お母さんの子宮に命が宿るのもその小さな命が鼓動を打ち始めるのもそしてその鼓動がやがて止まるのもあの私たち人間には何一つコントロールがないわけですよね。じゃあ一体誰が動かしているのかっていう話になり、まあ、これはあの村上先生村,村上博士っていう。あの がいらしてサムテングレートということを言ってらっしゃる先生なんですけどね人間というのは今ある細胞を複製することはできてもね新しいその細胞新しい命というものを作り出すということは人間にはできないんだと。まあ、つまり あの全ての生きとして生きるものはサムテン・グレイト偉大なる何かによって生かされているんだっていうね、まあ、そういうことを科学者でありながら、まあ、宗教家でもあられるんだけど、まあ、そ,そこでいち早く科学者でありながらそこのところの共通点ということに気づいておられた方で、まあ、そこを非常にねその科学という分野の中では批判も多い中、まあ、戦ってこられた方なんですけど。 その村上博士がおっしゃるサムテングレートっていうことにつながっていくのかなとで、まあ、私自身もねあの10代の頃に交通事故に遭って、まあ、死んでてもおかしくなかったんだけどその時に初めてねあの自分の力で生きてるんじゃなくてこう生かされてるんだなって私何もしてないのに死ななかったってこれは生かされてるんだなっていうのは実感の中に。 あるんですねだから宗教的には無所属ですけど、まあ、でもそこのところは非常にそうなんだろうなと、まあ、思ってるからそういうふうに聞こえるのかもしれないんですけどねでその健康体である場合心,心臓の鼓動というのは一定の規則正しいビートをきぞき刻んでいるはずですよね。でしかもその鼓動のビートというのはバラバラに勝手に打ってるわけではなくてその偉大なる大本が。 私たちのその鼓動を打たせているとするならばそのビートに耳を傾けてしかもその身を固めてねだからといって深刻になるんじゃなくてこうちょっとこうリラックスして気持ちよく自由に踊るそういうそういうアプローチをした時に私たちはその同じだ大元は同じなわけだから大きくこう脈打っているその一つの鼓動ワンネス、まあ、そういう。 ものにこうビートに合わせていたときにねいやでもこう一つになっていくのかもしれないっていうねその頭を下げてね Bow down, show them respect Show them, 彼らにリスペクトを見せろということだからそのまあバスケットの応援がということでねスポーツにおいてその敵と見える人たちですよね目の前にいる一応敵とされている人も自分と同じように 大いいなるる存在に生かされている命同じ鼓動を打っている命同士、ね、そしてこの人も自分と同じようにめっちゃ頑張って、ね、一生懸命生きてきた命今生きている命なんだなっていうことねそのことに対するこう頭を下げてリスペクトを示してっていうね。スポーツのの試合の敵味方に関わらず 日常ででイラととすするるこいいいっぱいあるじゃないですかねまたそういう時にパッとこうセントモードになりがちかもしれませんけどそういう時にリラックスしてこの目の前にいるこの今目の前にいるムカつく人も自分と同じ大いなる存在からの鼓動を打ってる人なんだな同じ命同士なんだなって頑張ってるんだなこの人も頑張って生きてきたんだなって、まあ、そんなふうに思い出せたらそして 風さんの,あの茶畑ダンスみたいにねあんだけ力を抜いて気持ちよくかっこよくなんかちょっとおかしく踊,踊れたらそんな気持ちで接することができたらちょっとね優しく戦闘モードとは違う行動が日々の生活の中でもなんか起こせる気がしてきたりしましたでその茶畑で撮影したっていう部分ね、まあ、これはまあメス監督の選択の素晴らしさかと思いますけど。 まあ、これはバスケの曲として作られたんだと知っている日本人の私たちにとってはね形が「ちえバスケなはずなのに茶畑で踊ってる?」とかね茶摘みユニフォームが可愛くて似合いすぎてるとかね、まあ、そういうサプライズ要素が大きいっていうのもあったかとは思うんですねそして茶畑が文句なしにアジアっぽく美しいっていうことも大事だったかとは思うんですけど何よりもやっぱりその茶畑っていう。 畑っていう,こうオーガニックな場所である土があり、ね、雨土空気太陽の光っていうねでそのそこで鼓動に合わせて踊るっていうメッセージなんかやっぱそれっうちょっとこう土着なイメージがあるじゃないですかね裸足で土を感じながら踊るっていうねでなんかそういうことも、まあ、ぴったりだし人と人だけでなくって人とその畑とか。 農作物物とか植物、ねまあ、動物もそうだけど生き,てしいい生きとし生けるものは全てこう大いなる存在に生かされていてで野菜や茶碗をね人に食べられるために別に生きてるわけじゃなかろう、まあ、自分たちの子孫を残していくために種を残していくために、ね、生きているんだとは思うけれども、まあ、それを私たちはいただくことができるっていうねこう食べられてくれているというか共に生きる。 人と人とだけじゃなくてこの生きとし生きるもの全体この地球の全体の調和みたいなものが茶畑というそのオーガニックな場所だからこそそういう,こう目からも入ってくる刺激っていうかねそういう映像だからこそ鼓動に合わせて踊っていくっていうそしてその一つに打っているこう。 大いなる存在お互いそこを生きている生かされている存在なんだよってことを思い出していくっていうかなんかそういうメッセージがあるとするならばなんかすごくそこもぴったりで生きてくるっていうね、まあ、制作側の、ね、意図はわからないですけどね、まあ、受け取り側の勝手な感性ですけれどもなんかリ,リラックスしてね鼓動で踊ってワンネスを思い出させるシーンっていうか。 そしてそのことを思い出せた時にねあんな感じで日常の戦闘モード日常のストレスな場所場面そういうところで生かしていけたらねこれはまたまたこれまた世の中いい場所になっていくなと思ってねなんで家族がこんなにこう低い声で静かにしかももうほとんどつぶやきのようにでも確かに歌ってくれてるっていうあたりがねもうまさにいつも忘れてる行動なんて。 だけどそこに必ずいてくれるっていうちゃんと打って私たちを生かしてくれているっていうなんかそういうものをね、まあ、深読みうがった見方かもしれないけど、まあ、そういうことを感じるとするならばまさにその歌い方とかあれがねぴったりだなーってだからこんなにも私たちは心地よくていやー好きですねここ好きな人多いいと思いますこのたまたまなんかね本を読んでたらねあのこう日常の繰り返しの作業ってあるじゃないですかね。 で、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 このね、繰り返しの作業で、そういうのをやっていると、あの、なんていうの、心臓の鼓動が整ってくるみたいなことが書いてあったんですよね。 えーとかって呼んだ後だったのでそういう鼓動がさなんかたまたまそのミュージックビデオに出てくるのはこう繰り返しの仕事みたいなことをすることが多いっていう人たちがちょっとクローズアップされてるじゃないなんかそう外側だけ見るとねなんか映,える映える仕事とかじゃないかもしれないけれどもでも見えないところでなんかすごくその鼓動が整っていくとそういう鼓動にあわ任せて。 自由に踊るところからずーっとこう言っててさ最後のところ「All gonna do's to make you happy」これね難しいけど楽しいねこのところねわしら一緒なら空にだって触れられるっていうところこう続いていくなんかその人知れず鼓動を整えているような人がこ、まあ、ういう仕事をする重ねることによってその揃った鼓動がねこう静かーにさ あの合わさっていった時にもう空にもタッチできるって、まあ、ここをあの。 そのもう神の領域に行けるっていうふうに取る方もいらっしゃるんですけどま「あまあタッチ・ド・スカイ」ってもうそのなんて言うんだろう想像もできなかったような奇跡を起こせるよみんなでっていうようなねなんか,なんかそこへこの鼓動のところからつながっていってるんじゃないかしらなんてねおいはきんなハーッとあの引きの絵がねワーッてなって街の光がワーッと見えてあれってずっと続いていったら地球全体ですもんねあなんか本当に地球上の 『すべての頑張っている人たちに』っていうその家族んのあのビブラートのかかっていないまっすぐなわけなハードなあの風くんのロングトーンってさいっつもなんか私その中にこう祈りが入ってるような気がするんですよ、まあ、特になんかこれってあのもう映像と相まって本当にこう世界中の働く皆さんへ頑張っている皆さん一生懸命生きている皆さんへ届け えーーっていう感じしますよねうーん,なんかそのその優しさにうんって地球がうんって一包みされる二包みも三包みもされてるような感じもするでお仕事で来たねえスポーツの応援歌っていうところからスタートしてるけど 今このミュージックビデオでこの曲に触れ初めて触れた海外の人たちってそこを知らないからねこ,こ,こ,こういう曲だと思うって聞いてるじゃないですかスポーツとは思わずに聴いてるわけじゃないですかね多くの方がねほとんどの人がねだからそっちにも通用するしそのバスケをずっと追っかけてあの応援してきた人たちにとってはあのもうそのチームの姿とこの曲がガーッて重なるわけですもうぴったりなわけじゃない その両方をさパーって網羅してるっていう藤井風さんって何なの